3、2、1、はい、お願いします。今日は入りからちょっと緩くなってしまって失点してしまったんですけど、前半の終わりから後半にかけてしっかりとみんなに立て出すことができて、しっかりと、自分たちのサッカーがあんま出せなかったので、次の試合もっとスクロール出すことを意識していきたいと思いますし、きつい中でもやっぱり点を取れることが自分たちの強みだと思うので、そこをしっかり出せてよかったと思います。次はもっと入りからしっかりみんなで声出して、相手を圧倒するような試合にしたいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ。